ゆうまチューブサレサレー。さあ始まりました。一発目ということなんですけども、私おねえ YouTuber のゆうまと申します。どうぞよろしくお願いします。もう一回サレサレー。はい、YouTube ということでですね、いろいろとやっていこうかということで、今回このチャンネルを立ち上げたわけなんですけれども、私普段ですね、芸人をちょっとやっておりまして、ちょっと番組テレビとかいろいろネットの番組とか、まあイベント、あとステージね、お笑いライブなんかも出るんですけども、ちょっと今回 YouTube でいろいろと配信をということで、もうぶっちゃけ何をどうやっていっていいかわからないので、ちょっとこの方にご協力いただいてということで、作家の佐藤ちゃんでございます。まあ私昔からちょっとお世話になってるんですけど、いろいろ台本とかね、お笑いネタで今回やりたいとぜひともって協力してくださるみたいなんで、いろんな面白い企画を。どんなことをやられたいんですか？私今映してるところが新宿2丁目のゲイバーなんですよ。ですから新宿2丁目のならではのこととか、はい、ちょっとお姉しかできないことなんかを面白おかしく。ゆうまさんのお店なんですよね？そう、私ゆうまのお店パニックハウスというお店でございます。ハプニングバーじゃないよ。こんなんでいいんですよ、よくわかんないですけども。そうなんです、だからまあね、なんだろうね、だからまあニューハーフさんとか、はい、ちょっと最近で言った FTM さんって、まあお鍋さんって言われる方とか、はい、いろんな方をちょっとお招きしてトークするのもよし、あとやっぱりお酒も好きやから、はい、普通にベロベロに飲むとか。でもゆうまさんやられてましたよね、この YouTube って。あの今動画、多分ほとんど0本になってると思うんですけど、はいはいはい、なんで消したんですかね。下ネタそれ言っていいの？下ネタが多かったから新規一点。そう、今回はもうクリアーな今の時代にそぐわないですかね、下ネタは。そう、そぐわないからさクリアーなネタをやっていきたいなと思っておりますので、ぜひとも誰が見ても楽しめるような、たまに入れつつって感じですか。いろいろこう生の感じでね、うん、遊ぶっていう意味で、いい意味で YouTube って活かせるかなと思うんで、ぜひともこれを機に皆さん、ゆうまチャンネル登録いただいてお願いいたします。見てくださいね。ということで次回お楽しみに。またね。ザルサレー。